時間的にも先祖代々ずっと今日ございます。そして空間的にも多くの人々、多くの死んだ万象ともつながっている。それが絆ということでございましょう。つながっているからこそですね、私たちは互いに思い合ったり、ね、そして助け合ったり支え合ったりしていけるんじゃないかというように思います。そのことは当然この絆という言葉が、ね、あって、そしてそこからお互いがつながっているというところから、お互いが慈愛心、慈悲心、思いやりましょうという言葉に変えていくわけでございます。